一連招集から破門をされるという事件が起きるということなんだね。なぜこのことについて私が、あえてここで言うのかというと、私自身が25歳の頃からこの日蓮召集という、宗教組織の信者になってたからなんだよ。日蓮召集のいろんな裏表や創価学会の裏表を当時の時に僕は見聞きして知っているからなんだよね。ここで重要なのはね、1991年に日蓮召集から創価学会が正式に破門になります。波紋になったのは、これはね、池田大作さんがいろいろやっていることが、まずいというふうに判断をして波紋にしたんだね。ところがその後にいろいろなゴシップが起きるんだよね。例えば1992年で週刊文春で当時の日蓮召集の日見上人芸家、という方が芸者と戯れている写真を掲載されたんだよね。これは創価学会から、日蓮召集に対して戦いを挑むためにそういうことをリークしたということなんだよ。ところがこれは後に裁判になって、創価学会は負けます。